番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。あ、やっべ、スマホのバッテリー少な、やっべ。困った経験はございませんか？今回紹介する商品はお手頃価格、常に持ち歩ける軽さ、大容量、コンパクトサイズなモバイルバッテリーを紹介します。こちらでございます。表裏、こちら取説終盤に日本語記載。オープン。表面、裏面、スイッチ、15センチ、7センチ、 1.5センチ、169グラム、薄くてとても軽いです。こちら収納ポーチでございます。こちらタイプ C ケーブル。こちらのモバイルバッテリー、 USB タイプ C が1つ、 USB タイプ A が1つ、マイクロ USB が1つ、合計3つ付いております。またこちら本体充電をしながらも、本体自体も充電をすることもできます。タイプ A 充電について、こちら本体、この赤い大きなタイプ A 端子、こちらは高速充電規格です。この充電器はワット数は 22.5W、 高速充電に対応しています。通常の充電器より約4倍の速さです。タイプ C 充電について、こちらタイプ C は入出力に対応、 20W の PD クイック充電技術によって充電することができます。見やすい LED 液晶ディスプレイ、今このバッテリーどれくらい充電があるのかと知りたいときに、この電源ボタンを押すだけで画面が視認できます。充電時間は3時間、現在のバッテリー残量をボタンを押すことによって視認することができます。こちらのバッテリー、厚さはわずか 1.6 センチの超薄いデザイン、通勤、出張、旅行などにとても便利です。ポケットに入ります。重くないです。充電がないって焦った時に、これ本当に軽いので持ち運びがとてもしやすいです。いかがだったでしょうか。このモバイルバッテリー、おすすめな方は小型でありながら大容量のバッテリーを探している方、シンプルなデザインでお手軽価格、こんなモバイルバッテリーを探している方にとてもおすすめです。興味がありましたら詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。めっちゃ軽い、めっちゃ軽くて、めちゃめちゃおしゃれ。本番いきます。よーい、困る場面は困る、いや、バッテリー忘れてた。お手軽価格、残量表示は手にすっぽり収まるコンパクトなサイズ、めっちゃ軽くて、これは使いたくなるでくれ、ね。